高草山は静岡県八重洲市と藤枝市との境界にある標高501メートルの山である。山頂は駿河湾沿岸から3キロメートルほどと海に近い。一帯は山海をなしており、静岡平野と志田平野を分断している。東側は海まで山海が続いており、その端は大崩れ海岸の絶景となっている。山頂の東側には、 幅300メートルほどの間に、東海道線や東海道新幹線、東名高速道路が通る、日本の東西交通の要所となっている地点がある。西側は、瀬戸川水系上流域の3階、そのさらに北西側の大井川上流域、赤石山脈とつながっている。高草山周辺の地形図高草山山海は主に、アルカリ原部岩の枕状洋岩からなり、 かつて四国海盆に生まれ、その後本州に孵化した三山だと考えられている。四会が入り組んでおり、全体的に見るとこの山の南側が、八重津市、北側が静岡市であるのだが、山頂の北側付近に藤枝市が張り出してきている形になっている。八重津市の四会は、そのさらに北側で張り出しており、八重津市の北端は、 高草山山頂から北に2トルほどの満貫峰の頂上である。最高部は緩やかながら掃除峰となっており、二等三角点が正方に設置されている。どちらにも無線関係の塔があり、東方の無線中継所は大きく、特に八重洲市内からこの山のランドマークとして市民には認識されている。山頂付近には他に塔がもう一本、神社、慰霊碑などがある。 近年はクリスマスに山腹の公園にて、八重洲市内の広くから見える大きなイルミネーションが飾られる。約1300種の植物が自生している。春に咲く絶滅危惧種のキスミレの数は年々減少しているようだが、地元の人の手厚い保護によって咲き続けている。山腹の一部は茶畑として利用されている。高草山にはキスミレの群落がある。 登山道が開設されていて、駿河湾や伊豆半島、志田平野、富士山を望める場所がいくつかある。東海自然歩道の静岡県が指定している、バイパスコースが付近を通っている。周辺の幼稚園や小学校の遠足にもよく、利用され、中腹付近に位置する笛吹団公園では、八重洲市街が見渡せるほか、登山やハイキングの休憩どころにもなっている。 静岡百山研究会により、静岡の百山の一つに選定されている。ありがとうございます。